レースウェーク条約は1697年9月20日にオランダのレースウェークで締結された国際条約。1688年に勃発した大同盟戦争を終結させた。この条約で1679年の内命編条約以降に占領された地域の回復を基本的に定めた。条約締結によってルイ14世のフランスは ストラスブールとサンドマングを獲得し、南インドのポンディシェリとカナダのノバスコシアを回復した。スペインはフランスに占領されたカタルーニャとルクセンブルクなどの地域を回復し、長くフランス領だったロレーヌ公国は一旦、新生ローマ帝国の報土としてロレーヌ公レオポルトに返還された。イングランドは領土的に得たものはないが、ルイ14世はウィリアム3世を イングランド王と認め、名誉革命によって、フランスに亡命していた、ジェームズ2世を今後援助しないことを約束した。スウェーデンは、プファルツ家の継承地プファルツツバイブリュッケン公領を、フランスより、主権奪回した。プファルツ選帝公は、フィリップ・ビルヘルムの息子、ヨハン・ビルヘルムが継承。ルイ14世は、義前のエリザベート・シャルロット・ド・バビエールの継承権を、 主張しないことを約束した。ありがとうございます。